だよ、二人連れだ。心中ですか。分からん。目撃者もいることですし、まあ間違いないでしょう。いい年をして、あと頼む。こんにちは。先に行っててくれ。係長は？うん。ちょっと総務部長に挨拶してくれ。はい。タムちゃん。いや、あんなもの。今夜よろしかったらお礼にどっか。うん、それまた後で。あ、これ僕が預かっていく。あ、すいません、早いでしょ。あ、確かに。じゃあ。シェーゴ、どこ行くんだ。え、ちょっと。帳簿を開けちゃダメじゃないか。お客さんが来たらどうするんだ。ダメダメ。おかしいなあ、2000万円の額、私の証人もなしに平野君の一存でこんなもの渡せるはずがないんだよ。大杉君、間違いないね。はい、確かに平野さんから受け取ったんです。そこで。いや、大体この判からしておかしいよ。銀行員は私がちゃんとこうして保管してるんだから。あれ違う、偽物だよこれは。そんなの。波藤さん、倉庫の2階にこんなものが。あれ、うちのカバンですよこれ。おい、平野はどこ行った。白野君は先ほど黒窓どっかに。平野を探せ。警察、え、警察を連絡しましょう。いやいやいや、警察待て、警察待て。まず社長に相談してから。そんな仕方。なんとかするよ。うちのメンツってものを考えてくれたまえ。君たち、平野の一緒のとこな、手分けして探すんだ。早く、社長、社長。大杉君、なんてことをしてくれたんだ。現金の補給、私はあくまでも慎重にと。あ
れほどいつも言われてるだろう。責任を取りたまえ責任を。だって平野さんがバカって人に責任を押し付けるのか君は。東京へ。いいよ、一緒にいるよ。平野さん、あなた今日どうかしてるわよ。会社で何かあったんでしょう。行ってごらんなさい。おかしな人。もう家にも帰れないし、会社にも帰れない。会社の金持ち逃げしたんだ。持ち逃げ。誠一さん、あなた、いつかやろうと思ってたんだ。あんた、あの家から助け出すにはこれしか手はねえもん。え、そうだろ。死にたいって言ったじゃないか。こんな毎日なら生きていたってしょうがないって、そう言ったじゃないか。だから俺、じゃあ私のために。決まってるじゃないか。行こう。グズグズしてると飛行機乗れなくなるんだよ。警察の手が回ったらおしまいなんだよ。ちょっと待ってよ。私には子供が2人もいるし、あなたより6つも年上なのよ。逃げんのか。今なんて俺見捨てんのか。あんた行かないなら俺ここで自殺する。俺にはもうどこも逃げ場ないんだ。誠一さん、警部補、新宿の検視庁舎です。今ついでの時に身元が割れたのか。遺書がありましたから。二人とも群馬の人間です。まあごくありふれた不倫の恋ですね。なんだ、どうしたんだ。いや、ちょっとした持ち逃げ事件にお嬢さん巻き込まれちゃって。何、すぐ終わります。すぐに。警部補、立ち会ってやったらどうですか。タマミちゃん、心細い顔してましたよ。余計なこと言うな。寝なかったんですか。たまみもまだなんですか。連絡しなかったことなんかなかったのに。お友達ん家でも泊まったのかしら。電話してみます。たまみは警察だ。警察。警察ってなんでですか。なんでですかとはなんだ。警察は警察だ。どうして昨夜のうちに教えてくれなかったんですか。大したことない、心配するな。よし、俺が出る。よう、なんだ。すいません、ちょっと。うん、車、まだしてありますから。あ、お上がりになりませんか、厚田さん。いえ、あの、本当にすぐ出ますから。お嬢さんです。
警部を。申し訳ありません。私の不注意でお嬢さんを自殺まで追い詰めなくて。大杉さんね、あそこで釣りやってますよ。釣りですか。はあ。マイさん。なんだその格好は。いや、ちょっと市役所で会議があったもんだから。釣れますか。ちょうどいい感度で。もう一つ会議があるんですよ。居眠りでもしてここにでも落っこちりゃ楽に死ねるかもしれんな。冗談やめてくださいよ。親父さん泳げないんだから。本当にそうなったらどうするんですか。実はね、親父さん、青森でチークを見かけたっていう情報が入ってるんですよね。チエコ。チエコってあのチエコのことか。ええ、平野と駆け落ちした旅館の女将。どうですか親父さん、私明日青森行くんですが、よかったら一緒に。俺が。ええ、なんで。いえ、ひょっとして平野の行方でもわからんかなと思って。あの事件もそろそろ時効だろう。今会ったところで玉美は生きて帰ってくるわけでもなし。久しぶりですよ、海を渡るのは。小林さんも。ああ、警察を退職した時挨拶回りに行ったきりだ。青森の連中にいろいろとお世話になったからな。何見てんだ。ソ連の潜水艦でも見えないかなと思って。バカ。あ、そうだ。おやさん、これ持っててくださいよ。千恵子の写真です。お前、
青森に着いたらどうするんだ。ちょっと青森署で打ち合わせがあって、まあ2時間もありゃ釈放でしょう。おかげさん、それまでどっかで時間潰しててくださいよ。2時間か。聞いてらんの？いや、証拠はないんです。ただ、なんとなく気になってまして。おい、津島君。はい。先月、タッピで見つかった身元不明の死体があっただろう。は？ほら、お寺さんの裏山で見つかったやつだ。あの蝶々、ちょっと持ってきてくれ。はい。まあ、かけだよ。どうだったんだ？先生、元気か？は。相変わらず、下手なこれやっとるか？あ、やってます。下手かどうかは知りませんけど。平凡さ、日本の警察で一番平凡だ。俺がそう言ったって言っとけ。あ、ありがとう。これか。この死体だったな。そうですか。警察辞められたですか。ああ、いろいろとあってな。今、造船所の警備員さん。息子さんどうしてる？おかげさんで真面目にやってます。来年には刑務所出られそうだって。ああ、よかったな。本当にあん時はお世話になりました。これ警察を辞めても昔のことがいろいろと気になってな。前に前に、もう席も席も残さ。ダメダメダメ。いらっしゃい。いつもおめえ前にじゃ、あっち行きじゃ。あっち行き。あっち行き。知らねえな。見たことねえな。あんたなんだ？警察？いや、いいよな、黙って。もうどこ分ありそうだな、これよ。雨ってな。ニタニョボニャ。未練はないなと。旦那さん、こんなとこで人探しなんかダミだ。みんな口硬いから。見たことあるね、この人。
どなた？誰訪ねてきたの？警察だ。この女知ってるかね？あれ？つゆちゃんだ。んだ、間違いないわ。いい着物着てること。いつ頃の写真ですか？今いるか。さあってさっきフラフラっと出てったようだけど、部屋見たいんでしょ？ちょっと、あんた鍵持ってきて。いいの、帰る市中に。まだつないよ、警察だもの。ねえ、ケズさん。さあ、どうぞ。スイちゃん、スイちゃん。あ、やっぱりいねえわ。おう、開けて。どうぞ。いや、ひどい。アル中だもの、あの人。アル中？うん。本当はかわいそうな人なんですよ。お酒さえ入らねばおとなしくしていい人なんですがね。あの、せいちゃん何かやったんですか？こそどるか何か。いや、とにかく酒がいけねえ。酒さえなきゃ警察のお世話なんかなる人じゃねえんだ。そうなんですよ、金次さん。表にでした、松尾っての。あ、死んだんです、松尾さん。死んだ？死んだ。いつ？あれは去年の秋だったかすらね。いや、12月だ。初雪の頃だ。誰も知らなかったんですよ。松尾さんが死んだなんて。ダメだよ、うん、夏からの感情がたまりっぱなしなんだから、よそへ回んな、よそへ、うん、お願いしますよ、お願いします。こんばんは、お姉さん、お酒あったら分けてくれ、お願い、ちょっとでいいから、本当に誰も気がつかなかったんですよ。なんで民生委員の高崎さんが寄らなかったら。宮野さん、死んどる、死んどるよ。あの人もきっと死んでましたよ。何しろ5日も飲まず食わずだったんだから。大丈夫か、松尾さん。しっかりしてはダメだ。こっちは生きとる。救急車だ、救急車。その松尾って男は千恵子の亭主だったのかね。そう、はっきり言って内縁じゃないんですか、同棲というか。いや違うったら、松尾様はそんな人じゃねえべよ。気の毒な人なんですよ、あの人も。東京の大学さ出て東日本水産の課長まで勤めた人なんですけどね。なんか仕事の音でつまずいて、その上女房や子供にも見捨てられて、とと立ち直れなかった、そんな人なんですよ。なんで知恵ちゃんをどうしようなんて、そんたら器用なことできる人じゃないっすよ。でもね、男と女が半年も同じ屋根の下で暮らしたんだよ。うるさいね、詰め込み少し黙ってたらどんだ。私何も喋ってないじゃないの、あんたばっかり喋ってんじゃないの、うん、私
これから刑事さんに何か喋ろうと思ってんだよ。なんせうるさいね、おめえは。私控えめだもの。一つだけいただけませんでしょうか。ダメダメ、よしな、手になったら。おめえよ、人から物をもらうときはお返しってものがあるんだよ。そんなことはまたトリプルするか。よしな、この人病人なんだから。あまねえ、やれやれ。出たらだけ手が持つな、こさ転がして、おなれのおがちゃさちゃがしに出したきゃ、なんもすらにピカルドッと勝ちたきゃ、わいさみわれじゃ。いなりまれー、いやーむかちょうむかちょう、あーなるのむかちゃんさちゃんがす勝ちたきゃ、どんすらやめなさい、バカなんすんな。なんだお前、偉そうなクズ自分でねえか。そこはこんなとこに入ってくんでねえよ。おい、仕事仕事。ここで待ち合わせたんだよな。大杉さんってあの娘さんを亡くされた？私の先輩なんですよ。今は退職して造船所の警備員をしてるんですけど、昔いろいろとお世話になりましたね。それで大杉さんも何か絡んでるんですか、今回のカッピの身元不明したいと。いやいや、別にそういうわけじゃないんですよ。函館署の浅田警部補、連絡が入ってます。最寄りの電話をお取りください。ちょっと失礼。おじさん、どうしたんですか。県警で一緒に昼飯でも食おうと思ったのに。千恵子に会ったよ。千恵子に。ああ。どこで。市場で偶然に見かけたんだ。さすがだな。さすがにいい感じしてるじゃないですか。何してました、チェコ。まだ平野と一緒ですか。いや、別れたんですか。おやじさん。アスタ。はい。俺は次の船で函館へ帰るよ。帰る。ああ。それはないですよ。せっかく千恵子を突き止めたのに。仕事これからじゃないですか。あの女は長いことはないよ。アル中で体はボロボロだ。死んだも同然だよ。もういい。
俺はいいんだ。哀れな女だよ、チェイコというやつも。二人も子供を残して若い男と駆け落ちをして、挙句の果てがあのざまだ。もういい、たくさんだ。小林さん、珠美ちゃんはどうなるんですか。自殺した珠美ちゃんはかわいそうじゃないんですか。わかりました。それじゃ先に帰ってください。平野は私一人で追い詰めますから。寝てました。夜は大抵フェリーフ島の酒場に行くそうです。リート垂れてないと飲めないなんて出ないでしょうね。いや、まあそういうことかもしれんな。こういうとこで飲むと抑えが効かなくてな。そうですか、師匠一番の酒豪だったのに。はい、じゃあ私が一杯もらおうかな。ああ、ごちそうさ。あんたたち刑事さん、そう見えるかな。さっき千恵ちゃんとこに警察が来たって言うから。いつも何時頃来るの、千恵子は。そんなこと決まっちゃいないわよ。ここで働いてるわけじゃないんだから。あの人病気だからね、お酒がなきゃ生きていらんないのよ。一生懸命客の機嫌を取ってお酒を飲ましてもらって、それでようやく体を持たしてるんだ。だから私は見て見ぬふりをしてんのさ。店の売り上げも増えるしね。あ、また。あら、いつ帰るの。あなたの朝じゃこの店やってないんじゃないの。そんなすんな、また来るから。すぐ消えんだよね、このストーブ。遅いね、千恵子は。よそで引っかかってんのよ、きっと。よそで。もう一軒あんの、浜町の鳩場の方にね。ダメだ、このストーブ。ごめんね。松尾って男もこれ常連だったのかね、うん、ここで知り合ったんだ。千恵ちゃん、それまで朝一で働いてたんだけど、いつの間にか松尾さんのアパートに転がり込んで、まるで死に急ぐみたいに二人で飲み続けて。これはなぜだったんだろう。死神が取り付いてたんだ、松尾さんに。できてたんだろう、二人は。いいじゃないか、寝ようと寝まいとあんたに関係ないだろう。寝てなかったね。私はそう睨んでる。そんなありふれた甘い中じゃなかった。もっ
った命がけの、なんていうか、地獄を見たような。ねえ、わかるでしょ旦那。行ってみるか、鳩場の方へ。何杯でもいい。で、姉ちゃんおめえ、あの、どこの生まれだ。どっから来たんだ。うん、よいしょい。もう一杯くれる。先行くか、焼酎行くか。ほら、焼酎だ。お祝いがいい。はいよ。俺はお膳だ。はいよ。警察。おい。どうですか、演奏は。よく眠ってるよ。明日取り調べします。平野の行方だけはどうしても突き止めたいと思ってますんで。最終便か。ええ、県警の寮に部屋取ってありますから、おじさん先に休んでください。私ついてますから。刑事さん、もう大丈夫ですよ。状態が落ち着いてきました。社長に挨拶してから先に帰る。いやいやいや、昼までに切りつけますから待っててください。昼飯ぐらいおごらせてくださいよ。せっかく青森まで来たんだから。それじゃお前のネクタイでも探しながらブラブラしてるよ。そんなことはいいですから待っててくださいよ。いいですね。じゃの持ち逃げはもう示談が成立してるんだよ。
平野の親兄弟のみんなでお金を出し合ってね、少しずつ会社の方に弁償してるから、それはそれでもう問題ないんだよ。ただ平野のうちの方じゃ、若い男をそそのかして駆け落ちしたあんたの方にも責任があると、そう言ってね、弁償金の半額をあんたの兄さんに支払えって相当に強硬なんだよ。まあそれはそれとして、平野は顔を表さんことにはね、この事件はいつまでも片がつかないんだ。警察としても本当に往生してるんだよ。平野どこだ、どこに逃げ回ってるんだ。あんたが知らんはずはないと思うんだがね。え、どうなんだね。私捨てられたんです。捨てられた、捨てられたから何も知らないんです。本当です。殺されたっていう話は聞いてないかね。そうかもしれません。いつか暴力団に殺されるっていつもそう言ってましたから。からまっすぐ東京に出てちっちゃなアパート借りたんです。あの人2000万円で何か事業を始めるって毎日歩いてましたから。東京のどの辺？北区の王子。窓から青森に行く列車が見えるからってあの人が決めたんです。おい、お茶どうぞどうぞ。お邪魔します。お邪魔します。いや、いいのありました。いいと思います。動けました。はい、わかりました。近くなんですかね。近くですか。どうしても来てくれます。これですか。なんか地図みたいなのありますか。はい、平野の始めた仕事はサラ金でした。アパート借りるとき知り合った不動産屋と組んで、王子の小さなビルの2階に事務所を持ったんです。そんなことないんだよ。サラ金が捨てるわけないじゃないか。いつの時代だって金に追われる貧乏人がいる以上サラ金は必要さ。おいおい、電話はそっちじゃないって言っただろ。こっちだ、こっち。ちゃんと聞いてろよ。金をつかむには金持ち狙ったってダメなんだ。貧乏人から金を巻き上げる、それが現代ではたった一つの方法なんだよ。よく覚えておきたまえ。それで平野のさらぎはうまくいったの？いいえ、3ヶ月と持ちませんでした。次は電話意識か。あ、そっちも電話頼む。手を組んだ不動産に騙されて金儲けどころか借金まで背負い込んで、暴力団がうちに押しかけてくるのが本当にあっという間でした。100万ぐらいじゃしょうがねえんだこの野郎。それじゃあ母ちゃんにトルコでも行って働いてもらおうか。え、どうなんだよ。え、高く売りますね兄貴。母ちゃんはね、お前のことを助けてくれねえってよ。え、期限はもうとっくに切れてるんだよ。これは何で回し100万するんじゃねえよこの野郎。それであっちこっち逃げ回ったっていうか。仙台から花巻、花巻から青森に来て、その後は民間屋。その間どうやって暮らしてたんだ。金もなかったんだろ。だから私が働いてたんですよ。ホステスやったり温泉芸者の真似事やったり。はあ、疲れちゃった。お酒くれませんか。酒はダメだ。病院からもらった薬があるから、これ飲みなさい。
田さん、市の交通部から電話が入っておりますか。はい、すぐ参ります。はい、そうです。できたらその運転手さんに運転をお願いしたいんですが。いや、まあ面通しというか、いやいや、そういう面倒くさいことじゃなくて、顔だけ見てもらってですね。あ、そうですか。はい、助かります。時間はですね、あ、そうですか。はい、そうしてください。はい、うじゃん。おやじさん、どうだい、そっちは。いや、もうすぐ終わります。思ったより素直な女で助かりました。はい、君かな。すみません。おやじさん、これから民間屋行こうと思ってるんですが、一緒にどうですか。平野の足取りがつかめそうなんですよ。民間屋。津軽線の終点のですね。私は浴びるほど飲んだけどね。強いね。弱いんですよ、本当は。弱いからこんな飲み方するんですよ。大杉さんも函館署の刑事さんですか。いや、私はもう警察を辞めたんだ。辞めた人がどうして。この事件にはいろいろと因縁があってね、まだ足が抜けないんだ。早く楽になりたいんだもんね。民間屋行く気になったの。誰か知り合いでもいたの。あの頃平野は東京の暴力団をすごく怖がってたし、で民間屋の方はトンネル工事で景気がいいって聞いたから。暴力団なんだけどね。でいくらぐらい借金あったの。手形詐欺で300万ぐらい。300万か。300万で殺されたんじゃたまんないよな。
ここで働いてたんだね。ええ。平野も一緒に？二人一緒にいるのは危険だって。あの人は青森でブラブラ。ハンマー借りね。ハンマー。まだやんのかよ。やるよ。お寺じゃ勝負できねえよ。借金ばっかり膨らんじゃって。でもよくお金をせびりにここへ来た。サッチも行かなくなった私を達比の旅館に口を聞いてくれたのは現場の監督さんだったんですよ。私の体まで麻雀の借金の方に入ってたんだから。平野は何にも言わなかったのか。女ができてましたからね。女？あんたどうもなかったの？どうあがいたって私の方が年上ですからね。評判になったんじゃないか、こんな村だから。うん、あの人お金取りに来るのは月に一度か二度ですからね。それもこっそりとだったし、その女青森へ通ってたようですから。その子の名前は？そうね、でもあの人いなくなって結婚したみたいですよ。困るわ。もう昔のことだから。あのね、この裏で待ってるからちょっと出てきてくれないかな。迷惑かけないからね。飲まないか。あんたを見てると一緒に飲みたくなった。酒は一人の時だけしか飲まなかった。相手のつまらない一言に引っかかって何をするかわからない自分は怖かったんだ、うん、頭に血が上ったわけだ、あんたの事件以来ね。私の？やってあげる。いいんだ、きっと今日中に肩がつくだろう。それでいいんだ。殺される？ええ。誰に？東京の暴力団にいつかはきっと殺される。
だから私とはどうしても結婚できないって。平野に最後に会ったのは去年の3月です。どこで？青森。そして一緒にここに来ました。工事現場に用があるとかって。その時は平野のところ、それともどっかのホテル？もう許してください。私には夫がいるんです。結婚したばかりなんです。こんなことが知られたら家にいられなくなっちゃう。もう二度と来ないでください。問題は達筆なんです。去年の3月18日に平野が達筆に行こうとしたことは確かなんです。千恵子にこれから行くから金を用意してくれ、そう電話をしたっきりとうとう姿を見せなかった。それっきりなんです。多分誰かが、誰か平野が一番恐れていた男が彼の前に姿を現した。それで平野は千恵子を頼ってどこかへ逃げようとした。そう考えるのが一番自然だと思うんですよ。誰なんだ一体？暴力団でしょ、東京の。それだけか？他にいますか、平野殺害の動機を持つ男が。いるだろう。どこに？まあとにかく平野は一体どこで姿を消したのか。どうもその辺にこの事件の鍵があるような気がしてしょうがないんですかね。奥やればってのは向こうの下です。あ、おやさん、二人であの先に行っててくれませんか。駐在にちょっとやらなきゃいけないんで。どうですか？間違いありません、あの人です。バスを降りたのは義兄寺という停留所です。あんた函館には一度も帰っておらんのかね？帰りました。平野に内緒で一度だけ。どうしても子供の顔が見たくて連絡船に飛び乗ったんです。もう一生を変える前、夢にも見る前、
そう心に決めてたのに。私もよくよく身勝手な女なんですね。元の女中頭が後釜に入ることは百も承知だったんですけどね。それを目の前にするともういても立ってもいられないで逃げるように。自分の蒔いた種だから誰を恨むわけではないけど、でも親子の絆なんてそれだけのもんなんですね。うちも娘が二人だった。一人は生まれて間もなくインフルエンザで死んだんだ。もう一人は4年前函館の五稜郭の操車場で鉄道自殺した。自殺？大杉珠美というんだ。平野から聞いてなかったか。平野と何か？寒くなった。宿行くか。目撃者？ああ。誰だ？いや、ここさ来る途中の義兄寺っていう寺の坊さんなんですが、ただその男は事件と関係あるかどうか。そう、彼岸の入りの日でしたからね。よく覚えてるんだ。つまり3月18日ですね。ええ。檀家を回って帰ってきたのは暗くなってしまったんです。あ、ちょうどそのあたりでした。私は向こうの方から車で帰したんですがね。そしたらそこのとこ駆け下りていったんだわ。その後あの仏様が発見されたんで、いや、なんとなくあの男のことが気になりましてね。顔は見たんですか、その男の？いえ、見てません。体つきは？さあ、難しいですね、正確に表現するのは。私たちがお嬢さん殺しちゃったんですね。私と平野が殺しちゃったんですね。珠美も平野が好きだった。そうなんだ、好きだったんだよ。あの子が死んでから日記が出てきた。日記のあちこちに平野のことが書いてあった。あの子らしく臆病におずおずと。チョコレートをあげた日のことや、二人で初めて行った音楽会のこと、いろいろと書いてあったな。平野はね、珠美が自分に惚れてることを知っていたんだ。知っていたからあの子を騙して2000万円奪う計画をした。平野はそういう男なんだ。あの子が死んで間もなく女房は娘の後を追うようにして死んでいった。体が悪いのに
どうしても病院には行きたくない、そう言ってね。まるで自殺するようなもんじゃないか、みんなにそう言われたよ。私はね、初めはあんたを憎んでいた。あんたさえいなければ珠美は死なないで済んだ、そう思い続けてきたんだ。でもおかしなもんだね。あんたは珠美の身代わりになったんだ。あの子が生きていればおそらく平野と一緒になってあんたと同じ苦労をしたんだ。あんたはあの子の身代わりになってくれたの、そんな気がしてね。飲まないか。ごめんください。はい。函館からアサという男が来るはずなんだが。あ、今電話来てさ、もうすぐこっちさお見えになるそうですよ。旦那さん、ちょっと。あんまし、あの人さ飲ませないでケロ。昔うちで働いていたんだども、酒っ子が入るとまんず手に負えなくなるはんで。ああ、分かってる。どうですか。いや、体つきはよく似てるんですがね、あの男だと生きる自信は私にはありません。そうですか。一応取り調べてみますか。重要参考人ということで。余計なこと言うな。おい、いい加減にしろよ。飲みに来たわけじゃないんだぞ。あんた怒ってばっかり。何しに来たんですか、こんな達筆の果てまで。あんたね、少しは平野のことが気にならないのかね、心配しないのかね。駆け落ちまでした相手だっていうのに。平野が本当に殺されたのかね。死体が出たんです。死体？先月の初めなんですが、この先のお寺の裏山から若い男のフランシュタイが出たんです。それが平野だと確定したわけではないんですが、その可能性はかなり高いと私は見てるんです。ですからわざわざこんなところまで親父さんとあの人に来てもらったんですよ。ねえ、どうして私までが。あんたが殺したかもしれんじゃないか。あの頃平野は若い女の尻を夢中になって追いかけましてたんだろ。私が平野。
はい。これだよ、青森署の長野だ。え？タッピは俺の縄張りだからな、どこへ潜り込んだってすぐ嗅ぎつけるさ。いや、お前さん、中大さんだいぶ可愛がってくれたそうだが、困るよ。少しは若い者の顔も立ててくれんと。みんな少しでも点数稼ごうと思ってうずうずしてんだから。え？あ、はい。じゃあ、また後ほど。はい。世話をかけたな。平野を殺したのは私だ。殺してあの林へ放り込んだ。お前の睨んだ通りだ。本当だよ、本当にあの男が殺したんだよ。中澤さんがそう言ったんだから。バカだね、あんたも。うっかりしてたらあんたも殺されるとこだったんだよ。一緒にいて気がつかなかったんだべか。いいんですよ、誰に殺されようと誰が殺そうと。そんなことどうでもいいんですよ。うるさいな、疲れちゃった。お杖さん、うまい。そう、3月18日だ。青森署の古い友人から平野らしい男を見かけたという電話が入ったんだ。ちょうど造船所も休みだったし、うちにいてもすることもないから青森に行ってみた。実を言うと、それまでにも2回ほどガセネタに振り回されたから、あまり当てにもしなかったんだが、奴らに会って一体何をしようというのか、何を言おうというのか、自分でも正直言って分からなかった。ただ平野に会ったら、玉美が死んだこと、男に裏切られた19の娘が鉄道自殺をしたこと、それだけは聞かせてやる。
としたら俺自身何をするべきか判断がつくと思っていた。ゆりこ、助けてくれよ。おい、東京から来た暴力団の一人と勘違いしたらしい。とにかく奴は怯えていた。平野とか。私は大杉珠美の父親だ。大杉。そうだ。信用金庫に勤めていた珠美だ。覚えているな。死んだよ。君たちが北海道を離れるその夜、鉄道自殺をしたんだ。殺す気がなかったとは言わん。いや、はっきり殺す気だったと言った方があの時の俺の気持ちには近いだろう。ただ30年警察の飯を食ってきた俺が殺人を犯すとは自分でも信じていなかった。意外なことを言い出したんだ。俺だって珠美が好きだったんだ。本当に好きだったんだ。嘘じゃない。俺はあの千恵子に騙されて、あの女にそそろかされて金盗んだんだ。そうなんだ、そうなんですよ。俺も珠美もあの女に騙された被害者なんだ。やめろ。信じてくださいよお父さん。本当なんですよ。全部千恵子に全部騙されてやったことなんです。僕は珠美さんのことが好きだったんです。本当ですよお父さん。全部あの千恵子がやったことなんですよ。信じてくださいお父さん。あの千恵子が全部やったことなんですよ。本当なんですよ。信じてくださいよ。全部あの千恵子が。Thank you.
平野を殺したのは俺だ。俺が殺してあの男の死体をここへ捨てた。だがそのことは今でも後悔はしてんな。まあ仮にだ、あの時平野を逮捕したところで奴のやったことはただの持ち逃げに過ぎ、執行猶予がついてすぐでも釈放されるだろう。だがその時玉美は一体どうなるんだ。あのゲスで卑劣で人間のクズみたいな男に惚れて死んでしまった玉美を、俺は一体どうしてやればよかった。親父さん、いいんだ、もういいんだ。何もかも終わった。すまなかったな、お前にまで世話かけてしまって。令状を持ってきてるのか。いえ、逮捕はしません。明日の朝県警に自首してください。どうした？酔ってるのか。
てますか、お客さん、お客さん。はい。入ってもいいですか。はい、どうぞ。失礼します。お知恵さんと隣のお連れさんがたった今出はったんですけど、いいんだべか。どこへ。さあ、大杉さんと堀内千恵子の死体は海峡を流れる潮流に乗って遠く岩手県三陸海岸に打ち寄せられました。私はその日東京出張のため死体収容に立ち会うことはできませんでした。